本日は2021年、10月の21日です、10年前の医療は現在の医療にあらず、医療というのは常に進化する学問であり、実学です。新型コロナ少し落ち着いてきましたけども、まあ、冬になったら呼吸器感染症が増えますんで、換気、空気の中を漂っているウイルスですから換気に気をつけて、まあ、冬に備えていきましょう。それではですね、婦人科のアーカイブですけども、今回は PCO や PMS の治療ということでご質問いただいています。私は PCO と診断され2年以上ホルモン剤を服用しています。近くの産婦人科で薬を処方してもらっていますが、いつもかなり混んでて、周りが妊婦さんばかりですので少し気になります。そちらでは PCO やあと PMS の治療や相談はしていただけるのでしょうか、ということですね。PCO っていうのはポリシスティックオバリー、ね、多嚢胞性卵巣という病名、やと思いますの略語ですね。で、 PMS っていうのはプレメノポーザルシンドローム、ね、これは月経前緊張症という病名の略語やと思います。で、全くね、この2つ違った病態になります。で、 PCO っていうのは多嚢胞性卵巣で、卵巣の中にたくさんの嚢胞があると、まあ、多嚢胞性卵巣とか PCO で調べていただいたら出てくると思いますけども、たくさんの嚢胞があって、なかなかその排卵しない月経不順の、ね、原因になりやすい卵巣ということになります。そして、まあ、月経不順ということであれば、排卵障害というかね、いう形で月に1回きちっと排卵がある人よりも 2,3 ヶ月月経不順があって、まあ、3ヶ月に1回あるとすると妊娠する率というのは3分の1になりますよね。だから、まあ、妊娠しにくいという形になり、タイプの卵巣になりますけども、これっていずれにしても、その人の性質ということなんで、 PCO を確実に治すということはできないんですよね。だから、そういうその人の性質ですから、目的として月経不順を治したいとか、ね、月経不順を治したい、あるいは、不妊、ね、赤ちゃんが生まれるのを治したいとか、こういうこの大きな2つの目的があれば、どちらを治療するのか、ね、によって治療の方法も違ってきます、ね。まず月経不順を治したいんであれば、きちっとね、定期的に月経が来るように PCO のタイプの人はピルを飲んだらいいですけども、それであればきちっと月経は来るけども、もちろんピル飲んでますから排卵は抑えられる、つまり妊娠はできないという形になりますよね。だから月経を来るだけ、そして、ピルをやめれば元の、自分の PCO タイプの月経不順だから、長年長期に飲んでたとしてもそれはピルを飲んでるから来てる月経の規則性であって、やめれば元に戻るということなんですよね。で、もう一つは、PCO でその排卵する確率が少ないから赤ちゃんが欲しいよということであれば、それに対しては排卵誘発剤とか、そういう形で、できるだけ、まあ、規則的に、あるいは1回の卵胞が多くなるようにという形の治療をして、月経がね、月経というか排卵が起こって妊娠しやすいような治療をするということになりますんで、その PCO に関しては治療の目的が違えば、薬も違うし治療も違うと、ね、それともう一つ月経不順もまああまりいいわ関係ないわ、ね、今妊娠も考えてないわということであれば、それはそれで、その人の性質ですからね、特段治療の対象にならないのかもわからない、ね、だから PCO っていうのはその人の性質なんです。その時に応じてライフスタイルに応じた、治療というのを考えていかないと、ね、まあその間には排卵がしてるかなどうかなっていう基礎体温ぐらいはね、自分の健康管理としてつけておいていただいてもいいと思います。
それとですね、PMS ですけども、これは月経前に調子があり、月経前期に調子があるということですから、これに対してはやっぱり、ピルなどをね、飲んで、自然、のホルモン動態を抑えて、人工的なホルモン動態にすることでだいぶ楽になるということがありますから、ピルを飲んだりとか、あるいは、ね、精神的な不調であったら抗うつ剤を飲んだりとか、ね、痛み止めを飲んだりとかっていうような方法があります。それを組み合わせてコンビネーションでやるというような方法があるので、全くその PCO や PMS っていうのは目的に応じて、ね、治療の仕方が違ってくるということになります。まあ、女性のその、ね、こういう青春期に関する治療っていうのはライフスタイルに応じてどういう治療をするかっていうのがね、それぞれ違ってきているんで、それはその人との相談で、今ね、あなたがどういうことをしたいのかということで、治療方法が決まって、治療が始まるということですから、それも1、2年の周期でね、ライフスタイルっていうのが変わってくれば、また治療も変わるということになります。だから、初潮が始まって、それから閉経になるまでっていうのはね、ご結婚もあるやろうし、ね、子育てもあるやろうし、で、閉経近くなるやろうし、ということで、どれぐらいの年齢ですか、何をしたいのか、これによって、ホルモン治療っていうのは違ってくる。ね、よくよくその辺はね、先生と相談して、漫然と同じ治療を続けないようにしてください。それではね、時間待ったんで手品します。じゃあこちら、はい、はい、両方で、となるとこの図がどっかに映っちゃう。で、どこに映った、こちらに映った。さて、それを、そうすると